大阪府立や沖田高等学校は大阪府八尾市にある公立の総合学科高校。バブル時代の生徒急増期に府立146番目の高校として新設された。段階ジュニア世代の進学する1980年代の高校生急増期対策で新設された府立校でほぼ最後1983年に開校した10校の一つ。教育課程は 全日制課程で普通科の高等学校として開校したが、少子化に伴う大阪府教育委員会の不立、高等学校特色づくり、再編整備計画に基づき、2003年総合学科に改編された。生徒は、震度に合わせて約140科目から授業を選択する。理系大学への進学希望者が少ないため、理系の一部では少人数授業も導入されている。 なお、誘致運動など、学校設置の経緯から、八尾北のルーツとして、童話問題は避けて通れないとしており、人権教育に注力。日本語指導が必要な帰国生と、外国人生徒入学選抜も実施し、中国やベトナムなど外国に、ルーツのある生徒も多く在籍している。また、クラブ活動でも通常の部活動のほかに、多文化共生部をアシス。 手話部、障害者問題研究部、ブラック解放研究部、朝鮮文化研究部がある。2020年7月には教員が新型コロナウイルス感染症に感染したため、不立校で初めて臨時休校となった。生徒の30%が大学に進学し、2015年度から2019年度の場合、毎年50名ほど。大学別では、 国立公立はほぼゼロ。私立最多は近畿大学で5年間で計28名、説南大学5年間で計25名。校歌はフォークシンガー高石智也による作詞、作曲、開講時、歌詞を新聞で一般公募したが、教諭のスキー仲間である高石も話を聞いて応募した。校内に古墳時代時代のかやぶり一号墳がある。 校舎建設中に発見され、かやぶり遺跡と名付けられた遺跡は、八尾北高校を北端として、東西970メートル、南北1340メートルに広がっている。この遺跡を残すために、校舎も変則的なレイアウトで建設され、中央館、東館、西館に分かれている。ありがとうございます。